みやさん来ました。はい、のびたび。はい、どうもじゅんやです。いつもお世話になっております。サイリーセンターゲストハウスの真ん前からまたお届けしておりますが、今日はこれからミヤさんとムエタイの練習を、しに行くということで、ミヤさんがなんと、ね、迎えに来てくれるということで待っております。眠たいんです。まあ、あのでね、コーヒー出してくれてたんで、まあ、コーヒーをね、まあ、3週間ほど毎日飲んでたんですけど、前の宿3週間おったんで、で、まあ、ここはコーヒーないんで、まあ、そういえばプーケットで泊まってた宿にもコーヒー置いててくれてたから、タダで飲めるように。結構ね、コーヒー生活にまた戻ってたんですよ、うっかりね。ほんでコーヒーをまた飲まんようになったから、パッタリと、もう激眠、めちゃくちゃ眠い。やっぱりコーヒー、カフェインに弱い体質なんですよ、ね。めちゃくちゃ眠いです。朝ちょっと用事で早起きしたんですけど、で昼飯食べに出たんですけど、朝から昼の間も昼飯だし、前回の動画の昼飯の様子から帰って3時半ぐらいまでまた 2、3時間寝たんですよ。それでもまた眠いという、そんな眠さに襲われて今日は暮らしております。ということで、皆さんこっちから来る感じかな、多分そうやと思うんだけど、待ちましょう。はい、まあ、ムエタイね、カンボジアでその、あのマナちゃん、ナナちゃんのお父さんとね、カンボジアのムエタイみたいなやつ、何やったかな、名前また忘れたんですけど、カンボジアのムエタイみたいなやつをもう1年以上前にやったんかな、1日だけ体験してね、去年の秋頃やりましたよね。それ以来なんで、めちゃくちゃまた久しぶりのちょっとした格闘技体験ですけれども、とにかく眠い。まあ、ムエタイはね、初めてタイに来た時に1日言うて、まあ、1時間2時間ぐらいのムエタイ体験をバンコクのジムで行ったんですけど、それ以来でございます。なので楽しみですね。ちょっと最近体全然動かしてないから、でめちゃくちゃ眠いから何にもできずに終わりそうな気もしますが、頑張ります。はい、あ、みやさん来ました。あ、いえいえ、どうも。ちょっと入会します。はい、みやさん来てくれましたよと。お、ムエタイパンツ履いてる。はい、では乗ります。こっから近いんですか、遠いんですか。知り合い、一番近いです。あ、ここ、プーさんおる。はい、あちこちのジムに行ってるんですか。そうです。元々僕を鍛えてくれてた先生は、はいはい、同じ一つのジムにいたんで、はい、やったことありますか。One time in Bangkok five years ago。 よっしゃ、ほなここで撮っとこうか。縄跳び、Thank you.
はい、準備運動でもバデバデです。顔近いかな。だからバンデージを巻いて何かしらしていくみたいです。で、はい、皆さんも、はい、動画撮影しております。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。すでにバデバデです。はい、よっしゃ。じゃあここで見ててね。はい、バンテージ巻いてもらって今からシャドーボクシングをするみたいです。頑張ります。
るたびに腕立て伏せして腹筋して、どうか。次はサンドバッグを叩くというそんな時間です。はい、おお、ハンマーチョーチャー、すごいな、すごい、ポッチング、出会いがすごいな。すごい。いやー、気合が違うね、やっぱりね。こちらサンドバッグ。はい、もう5分だったんか、早いな。はい、2回目のミットでーす。出た、またマカレナ来た、踊らなかった。サンドバッグという名の休憩です。
ーリングあるみたいですね。パーリング。ちょっとめっちゃ落ちた。何の余裕もないわ。あーひたすら疲れた。みんな強い。白人体でかいし、タイ人の先生体ちっちゃいくせにめちゃくちゃうまいし、先生たちには何一つ勝てる要素が感じられなかったね。やっぱテクニックすごいな。 OK everybody I call for youThank you for coming to training with us today. For the men, say kongkun ka. Kongkun ka. Kongkun ka.はい、終了です。楽しかったよ。終了です。すごい、すごかったですね。いやー、よかったですね。
はい、ということで、タイのタオ島でムエタイ体験でした。はい、ミヤさんとスパーリングする機会はなかったんですけれども、まだ次回、まだどっかでやりましょう。とりあえず疲れた。ほなまたねと。はい、子供クラスですね。子供クラス可愛いね、みんな元気。子供クラスが大人たちの後に始まりました。はい、強なるんやろうね。